えー、そしたら次にですね、トーク、おしゃべりの管理の方、こちらの質問にも結構たくさんお答えしてきましたので、ご紹介をしていきたいと思うんですが、えー、次に皆様ももしお持ちでしたらですね、えー、トークですので、画面の下にあります、トークっていうところを押しといていただいて。で、トークにはおしゃべりした履歴がたくさん並ぶわけです。でよく、 こう何,何度も何度もこうないないないというふうにする方いらっしゃいますけれどもたくさんあればあるほどですねできれば上の方にいてほしいわけですよしょっちゅう連絡取る方ってそういう場合はたくさんの中からこれだっていうものをですねブスッと。 ピンで止めておくっていうことができます。えー、そのピン止めと言いますが、えー、こちらはアンドロイドと iPhone でね、ちょっとやり方が違うんですけれども、皆様のところからというかね、上に iPhone、Android ってついてると思いますので、例えば iPhone をお使いの方がいらっしゃったら、これ探さないようにしておきたいんだよなっていうものは、ゆっくり右に動かしていただくと、 押しピンのマークが出ますから、これを押しておくと、ピン止めと言って必ず上に来ます。それから、Android という機種をお使いの方はですね、えー、これ上に置いときたいんだよなっていう人を長く押していただきますと、 ピン止めってありますので、こうしてピンで留めておくとたくさんの交友関係の中から一番上にいますよと探しやすいですよというふうに、えー、こちらの70代 K さんにはお答えをいたしました。えー、こののピン止めというのいうはつでも外したり、 つけたりできます。これをずっと固定だと思わない方がいいですね。例えば友達と旅行に行くんで、ここ最近すごいやりとりするっていうんだったら、それをピンで留めといて、旅行終わりました。もう連絡そんなに頻繁にしません。だったらピン取っておいてという形で臨機応変に考えていただくといいと思います。そしてこのピン止めした後にですね、例えば、 えー、何かのグループに入ってらっしゃると余計かもしれませんけど、もうね、ピンポン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 夜になって寝られないんですと。うるさいんです。<laughs> で、見るのは自分は朝にしたいんだけど、もうピンポンピンポンになってくるんですと。トークがうるさい。60代の M さんからのご質問ですが、これもですね、 おしゃべりの管理だと思っていただいて、今トークの一覧っていうところをご覧になっていただいていると思うんですけれども、これをですね、うるさいなぁと思うのね、長く押すわけです。で、長く押しますと、iPhone の方も Android の方も、これは同じ長く押して、通知オフっていうのがあると思うんですよ。 通知をしないってことなわけですよ。もううるさいなピンポンピンポンと思ったら通知をオフにするとそこのトークだけシーってなりますのであまりにやりとりが多いあるいは今日は私は疲れてるんだ寝たいんだ <laughs> みたいな時はですね通知のオフもオンも自分で好きな時に設定したり解除したりできますので これも好きにね、使っていただいたらいいんじゃないかなと思います。これはトークの中に入る前に、トークの一覧を使ってできることになります。それからですね、トークに入ってしまって、まあ、おしゃべりをね、やりとりをして,しているときですけども、えー、90代 N さんからのご質問です。写真を何枚も何枚も送りたいんです、なんていう場合ですね。 写真ってあ、もうやってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、これをですね、例えば1枚ずつ、1枚ずつ送りますと、こうして何回も何回も押さなきゃいけない上に、ピンポン、ピンポン、うるさいわけですよね。<laughs> だあなたは旅行に行ってきたからいいかもしれないけど、私は寝たのよってことあると思うんですね。で、こういう時はスマートに送るといいと思うんですよ。で、まず、 このお写真を選ぶときですけれども、写真のマーク、まあ、山みたいだね。で、この写真にそれぞれ丸いのがついてます。この丸いところをトントントンと選びますと、選んでいる枚数だけ数字が出ます。間違えたら外せばいいということです。で、これスマートフォンの下半分だからちょっと見づらいよねっていう場合、これをですね、この 田んぼの田みたいなマークがついてますから、それを押せばグイーンと上に上がりますので、で、ここで今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚と、10枚っていう数字を覚えておいていただいて、10枚がまとめて送ることができるわけです。1枚ずつ、1枚ずつだと自分の写真ばーっかり並んでしまいますから、場合によっては、 狙われちゃうこともあるかもしれません。<laughs> 団子にして10枚までまとめて送ってあげるといいと思います。動画が入るとそこで一回団子が途切れますので、10枚までにしてあげて。そんな送り方がございます。そしてですね、写真を送ってもらった後の話なんですけど、例えばですね、じゃこの送られた方の人、えー、写真が送られましたと。 そしたら、普通こう、トンと一枚大きくしますよね。で、大きくして、別にいちいち戻らなくても、次へ、次へとめくっていくと見ることができます。それから、写真をね、撮っておきたいんです、なんていう方もいらっしゃいます。えー、この写真を保存しておきたいなっていう場合に、画面の右下に、 下向きの矢印があると思います。その下向きの矢印を押していただくと、1枚、1枚保存する必要ないわけです。10枚、いっぺんに保存するっていうことができますので、もし、1枚出して保存、1枚出して保存ってしてらっしゃったら、まとめて、一度に保存をしていただくと早いと思います。 そして、こうして送られたものありますね、えー。一枚大きくしなくても、この団子のように固まって送っていただいた写真の脇にですね、こう、小さなマークがありまして、このね、マークをちょっと一回押しますと、送られた写真って、ここでこうして横へ横へ横へとスライドして見ていくこともできます。 ちょっと確認したいな、なんていう時はですね、このやり方も便利じゃないかなと思いますので、写真の質問は結構あります。えー、送りたいとか保存したいとか、なくなる前に撮っておきたいとかですね、えー、下向き矢印で一度に保存をしていただくといいと思います。というご質問がありました。 それから、たくさんやりとりをしていますと、いろいろなやりとりの中で、例えばですね、待ち合わせは新ウラヤスの改札に8時半だって言われた後に、結構いろんなやりとりをしているうちに、待ち合わせって何時だったっけかねって、で探しても、あれ、どこだったっけということがあるかもしれません。この大事な 何か待ち合わせの時間や場所などを書いたものはですね、目立つところに置いておくっていうことができます。例えばこれで言うなら、待ち合わせ時間もらった時にこれもう忘れないようにしとこうって、目立つところに置いとこうって思ったらですね、それをやはり長く押します。そうするとメニューが出てきます。拡声器のようなアナウンスで書いたものがあると思うんです。 このアナウンスというマークを押していただきますと、この上のところにアナウンスされるっていうんですけど、止まった状態でずっとここに鎮座しております。それはお相手の方。 この場合で言うと、送られた方の方にもですね、上に、待ち合わせは新和康の改札に何時だよっていうふうに、ね、出るようになって、双方見逃さないということになります。待ち合わせだったり、お店の電話だったり、持ち物だったり、そういう時は、そうだ、みんなも見るだろうからと思って、長く押して、アナウンスって押しといてあげると、みんな、 グループに入ってるみんなが見ることができます。そしてずっと上にやったら邪魔ですね。用事が終わりましたら、この上にあるアナウンスというのね、下向きの矢印の先頭みたいのついてますから、それを押していただいて。 そして、今後は表示しないってありますので、今後は表示しないを押すと、自分のとこからは消すことができます。相手のとこには残ってますので、自分の用事が済んだら、まあ、これもう終わったしっていうことで、表示しないにしていただくといいです。こうして LINE は、やりとりがすごいありますから、そのやりとりがたくさんになればなるほど見つけにくいであると思うんですよ。 で今のようにアナウンスで止めることが分かっていればいいんですけどどこ行っちゃったかしらね上げて下げてってね探すっていう時に例えば「持ち物は」っていう言葉を覚えてたとしますね「持ち物は」って確か書いてあったんだよなってそしたらキーワードで探すということもできますこの皆様のトークの中にですね上の方です あの、電話のマーク、受話器のマークの左側にですね、虫眼鏡と時計が合体した絵があるんですよ。多分そうだと思うんです、これ。虫眼鏡と時計だと思うんです。で、そのマークをトンと押してみますと、えー、上にカーソルが出てきまして、何か文字を入れられるようになっています。 例えばここにですね「持ち物って確かあの人書いてた気がすると」とそうしたら「持ち物」というキーワードで検索するとこんな風に黄色く目立つようにマーカーで「持ち物」あ「あここにあったか」「スマホとモバイルバッテリーとこれ持ってくればいいんだ」ってキーワードで「探す」ということができますマークがですね上にある虫眼鏡に時計マーク で、もし、言葉は覚えてないけど、あれ、この間会った時だから、10月の頭だったよな、みたいに。なんとなく日付わかってるっていう方はですね、今度、下に、これがそうなんですけど、これね、まあ、カレンダーに見えますかね皆さん。<laughs> このカレンダーマークを押しますと、下にカレンダーの日付が出てきます。で、 これを上下に動かしていただくとですね、やりとりのあったところには、まあ、色がついて出てくるはずですから、確かこの話したの10月の最初の週だったんだよなーって、日付を覚えてらっしゃったらば、カレンダーから割り出していくということもできたりします。やりとりが多くなればなるほどですね、 えー、見つけにくくなるものですよね。目で探すっていうこと以外に、キーワードで探すとか、日付で探すという方法がありますので、これもちょびっとしか会話してない人はね、こうやって見つけてください。<laughs> だけど、いっぱい会話してる人は、お、どこだったっけってなりますのでね、えー、皆様のその、 遠く歴によるんじゃないかなと思います。えこんな風な探し方ができます。それから、せっかくこう見つけた言葉ですよね。のメッセージがあって、これを、そうだ、あの人も忘れないように、教えておいてあげなきゃっていう時ですね。これ別の人にも教えてあげようっていう場合に、いちいちこれ書き直す必要はないですよね。長く押しまして。 そして出てくるメニューの中に転送ってあります。 転送をした後で、これはですね、えー、70代 T さんからの質問です。転送はわかるんですけど、あれとこれとこれってね、えー、複数のものを転送したいんですっていう、そういうご質問があったんですね。これ、一つだけ今、ここにチェックついてるわけですよ。対象となるもの、長く押したものだけ転送できるわけではなくて、これ動かすと、これもついでにと。それから、 これもついでにと、えー、この一連のやりとりをあの人にも送っとこうかということで、このまま転送って押していただいて別の人に送るなんていうこともできますので、メッセージは長めに押してますといろいろ掘り出し物があるんじゃないかしらと思います。えー、というのがですね、ご質問で、まあ多いことですね。 えー、70代、60代、そして90代の方から、80代の方もいたと思いますけど、えー、そのようなご質問が年間通じて多いかなと思いますので、えー、少しご紹介をしてみました。ウェビナーは喋ってんの一人ですからね、ちょっと一人ぼっち感もあるんですけど、あの、こうコメントをいただいたりとかね、して、えー、今日もたくさんの 方にご参加をいただいてでありがとうございました。今日の内容はここまでにしたいと思います。いつもなら集合写真で撮りたいとこなんですけど、これいくら撮っても私しかいないので、一応まあ念のため撮っとこうかなということで撮っておきます。では、今日のウェビナーはここまでにしたいと思います。ご参加をいただきましてありがとうございました。皆様おののご退出いただいて大丈夫です。ありがとう ありがとうございました。